はい、皆さんこんばんは、ワドツです。今日はですね、2018年5月の7日朝の7時8分です。はい、おはよう、解放、お疲れ、おはようございます。弾丸塾について説明したいと思います。たくさんのご応募ありがとうございました。こちらの弾丸塾ある北郷 YouTube 運営っていうのが、弾丸塾のこちらの Twitter がね、公式になるんですけれども、ここに、トップページに固定化されたツイート、これですね。これで、今確認をしてみましょう。弾丸塾の参加者、今ね、参加が、正式に、運営さんが認めた、参加者を、見ていこうと思います。踊る便所太郎さん、小島グランプリさん、エイメンさん、アグリンさん、たまごみそさん、アチョカルベイビーさん、海宝さん、こうやさん、ひどんなさん、野田ぞうりさん、あきらっぱさん、三倍目ひかるさん、バンナムさん、野良猫さん、柏木さん、ねるさん、ほなちゃんさん、キオスクさん、じるじるさん、ワンタロウさん、愛よりお金さん、もんちゃんさん、なおとみーさん、ハニー大木さん、ココア様さん、トミーコーさん、ゆるふわ入りかったんさん、カニ病さん、しげしさん、金閣寺さん、ピンクさん、ドリームチケットさん、アイアムーマンさん、インターネット違法配信者撲滅委員会さん、スコティッシュフィールド王子さん、神立さん、トムソーヤ池上さん、渡辺様さん、ヘナチョコサダさん、マーさん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10名、11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30名、31,32,33,34,35,36,37,38,39,40名の方が参加してます。でね、ここに名前が挙がってるのは運営さんが参加表明を認めたという人ですね。つまりここに名前が載ってないっていうことは、弾丸塾の運営さんが認識をしてないっていうことなので、ちゃんと参加表明してくださいね。参加表明の仕方は、弾丸塾の弾丸塾参加表明と記載し、このページを引用リツイートしてくださいと、ここに書いてある通りです。でですね、運営よりお知らせで、締め切りのお知らせなんだけど、5月9日の15時までですね、あと2日間しかないので、15時までなので、もしエントリーしてない人は急いでください。よろしくお願いします。メガホンありがとうというような状況ですね、今は。リツイートどうだろうな、愛子さん。愛子さん、やっぱリツイートになってないな。何なんだろう。あ、やっぱ非公開だね。うん、便所太郎さん出るっていうか、エントリーされてますね。出るかどうかはまだ未定です。エントリーはしてますね。おはようございます、おはようございます。あとね、鮫島さんがね、出ていただけるっていうことなんだけど、まだ参加表明してないですね。おはようございます、おはよう。どうするんだろうな。サメさん参加したら確認メール送っとこうか。うん、メール送っとくわ、せっかくだからね。うん、忘れてるかもね。
選ばれるのはね、約2、30人だと思ってください。予選に選ばれるのは2、30人です。鮫島さん、これ誰だ、海老蔵さんか、鮫島さんかな。今ね、鮫島さんには一応 LINE 送っておいたけどね、鮫島さんあんまり LINE 見る人じゃないからな。一応エントリー残り2日となりましたっていうのは送らせていただきました。実際参加するかどうかわかんないけど、俺にいくらっていうのないよ別に、俺にはギャラ払ってこないよ。忘れてるのかね。一応、誤解がないようにもう一回説明しておくんだけど、100人ぐらい、エントリーは100人ぐらいまでを募集します。要は書類選考ってやつ。で、書類選考から選ばれるのは2、30人です。で、この2、30人はダンカンさんの前で面接があります。で、面接をやって一次審査っていうのがあるんだけど、それは字枠をダンカンさんからのこう指令を字枠でやります。で、強制ではありません。途中リタイア OK なんですよ。だからそこ誤解しないでね、諦めますって言ってリタイアすることもあります。はい。で、その中で字枠をやるじゃないですか皆さんが。で、その字枠の面白さでダンカンさんが5人を選ぶんです。で、この5人っていうのはダンカン塾1期生として、YouTube の公式番組に出て出演して、本ちゃんのダンカン塾が始まります。だからみんな、エントリーしてダンカンさんの前で無茶振りして呪縛をやるのが本ちゃんだと思ってるけど、あれはあくまで予選ね。みんな勘違いしてるでしょ。で、本番の番組っていうのはね、ダンカン塾はね、ガチンコファイトクラブとかそういうノリになると思います。OK、 伝わった？ノレさんは参加表明してないですね。はい。OK、 伝わった？わかった？なんとなくわかった。ダンカンさんがだから竹原さんのポジションみたいになるんじゃないの。
ファイトクラブで言うなら。そう考えると分かりやすいでしょ。うん、難しいっていうよりも、まあプロにお任せすればいいんだよ、うん、下手に自分で台本書くより面白くなるから。でまあつまんなかったらつまんなかったで、うん、まあやっぱり配信との相性悪いねとかそういう感じで終わるでしょ、うん、無茶ぶりが金かかって降りるんだったら、ね、ていうかね、ダンカンさんの無茶ぶり今まで聞いたことあるんだけど金かからないね。そこはね、ダンカンさんも考えてて、やっぱ若手芸人さんに振ってたことだから、みんな金ない前提での無茶ぶりばっかりだった。うん、だからまあ猿岩石が流行ってた頃に犬岩石ってやって、 BS じゃない、 YouTube ライブ、生放送です、全部動画配信サイト、うん、自枠でやるなら、そう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 。だからダンカンさんに呼ばれて、別に楽屋とかで配信回しても OK だし、ただダンカンさんとの面接とのやり取りはダンカンさんの枠でやるの、ダンカンさんのチャンネルでやるのよ。だから別に結構配信者は有利だと思うよ、うん、面白いと思うよ、うん、俺はあれですよ、出れないですよ僕はエントリーできないんです、はい、だから僕は頑張るっていうのは、なんだろう、みんなに頑張ってもらうしかないですね。僕は頑張りたくても頑張れないんで、僕はエントリーできないです。僕を見ることはね、ないっすよいやいや、俺も出れると思ってたの。で、出れないです僕は、はい、だから僕の代わりに海宝を応援してあげて、僕の弟子が出るんで。はい、若津、一応僕スタッフ側なんで。話のオチ、話のオチ、有名人にすり寄って有名になる話のオチってどういうことだろう。オチどういうことオチっていうのはちょっとよくわかんないかな、うん、コメントも評価されたりすんの。コメント枠のコメント、枠のコメントっていうよりも多分ね、面白いことができたかどうかっていうこと。あ、企画の終わり、まあまあさっき話した通り予選やるじゃん、で本ちゃんが始まるじゃん。で今ね、ちょっとまだ確定ではないから、話半分に聞いてもらいたいんだけど、ダンカンさんがいろんな企画を考えてる中で一個有力なのが合宿やりたいっていうのもあるらしいので、ぶっちゃけた話するとまだ決まってないのぶっちゃけた話すると、一期生が決まってから何やるっていうのは決まってないんですよ。そうで、俺らはダンカンさんの無茶ぶりに対応できるようにしてるの。だから一個案が出てんのは、その5人で住むっていうシェアハウスで、でダンカンさんの指令がもうたびたびその部屋の中で行われ続けるっていうのとかもあるらしい、うん、僕はアドバイザースタッフですね、はい、スタッフですよ、運営に近いですね、はい、スタッフです僕、配信合宿みたいなね、うん、で、本ちゃんの弾丸塾の方は、まあ、配信回してもいいと思うんだけど、ちょっと今調整中で、基本メインはダンカンさんの方でやると思う、本ちゃんの方は各自枠開いてもいいかもしれないね、うん、どんな無茶ぶりが来るのか参加者が一番ドキドキしてると思うよ。でまあ一応ね、ある北郷さんに聞いたら、面白いやつがいたら殿が芸名あげるって言ってたね、うん、っていうところまで話が進んでる、うん、企画の費用の回収先は自腹スポンサー、運営さん側の話だよね。
その辺は、今のところ考えてないです。運営側としては。動画見てもらうと分かるんだけど、まだ広告すらもつけてない段階なのよ。で、一応ね、ダンカンさん、ある北郷さん、運営さん、俺っていうので、ミーティングをしてる中で、考えてることとか話し合ってることは、面白いことやろうしか言ってない。全員が。金儲けしよう、閲覧伸ばそうとかいう話が一切出てこない。とにかくネット界で面白いこと やろうぜっていうノリ。そんな話ばっかり。だから、なんか、金を回収しようとか考えてないよ。面白いことやったら数字はついてくるっていう感覚。俺らの中で。結局金かって今の話聞いてた。今の話聞いてた、八号さん。どういうこと？今の話を聞いて、ああ、結局金か、金儲けなんだなってどういうこと？全く話聞いてないでしょ。説明するの疲れるわ、俺。すごいよな。どういう耳してたらそういう解釈になるんだよ。ダンカンさんは今オフィス北野じゃないの。で、ある北郷さんは TN5。 要は北野武さんが新しく立ち上げた方。それはあくまで建前。でもまあ企業が動いてて、タレントが動いてて、金が儲からなかったらやらなくない？儲かる採算はついてるよ、俺らは。だけどどちらかっていうと 2期3期でスポンサーつけるっていうののテストマーケティングをしてる感じが強い感じがする。北郷さんの写真はどうかと思った。え、はどうかと思ったって俺だよ。これでしょ？俺じゃん。いや俺だけど、どっからどう見ても俺でしょ。こっちが俺で、こっちが北郷さん。最初のサムネ？え？北郷さんのサムネ？どれだろう？え、どれかな？ダンカンさんっていい人なの。配信者の方々、おとなしい人多いから。配信者の人、おとなしい人多いか？そうか？でもダンカンさんめちゃめちゃ後輩思いっていうか、まあとにかくなんだろう、もういまだに台本書いてる人だね。ダンカンと写ってるやつ、北郷さん、ちょっと待って。いや俺は写ってないよ、ダンカン塾の方には。俺写ってないよ。これ、これ俺じゃないでしょ。これ似てなくない？北郷さんじゃん。北郷さんだよ。まあ配信者はね、肝座ってる人多いから、まあ一般のド素人を募集するよりも俺は向いてると思うけど。似てた？そんな似てないと思うけど。違った。これじゃないよ。ダンカンさんがメインで MC をやるのが北郷さん、番組的に。だからファイトクラブで言ったら竹原さんがダンカンさんで、国分太一のポジションが北郷さん。俺は知ってるよ、北郷さん結構有名だよ。知ってた知ってた。
テレビでちょいちょい見る。簡単に言うとね、もう、水道橋博士よりも、今、アルさんいくつだっけな？もう、すっごい若い部類。まだ、下にも若手の人いるんだけど、たけし軍団の中で。まあまあ、年齢的にはかなり若い人だね。今のところね、6月頭ぐらいか5月の末ぐらいにできたらいいなぁなんて。スケジュール調整中だね今。まあ6月の頭ぐらいなんじゃないの。もろもろ調整中。ただもうゴーサインは出てるから動き出してはいるけど、なんか作りながらやってる感じだよ。なんか全部テンプレートが用意されてて枠は決まってるんだけど、まあまあ6月頭ぐらいには始まるんじゃないかな。多分5月の末、まあ6頭になるだろうな、6半ばぐらいじゃないの。ふわっちでやるっていうか、まあさっきも説明したんだけど、企画エントリー、第一次審査ね、要はダンカンさんからの無茶ぶりをこなすかどうかっていうのは、配信者それぞれの自枠でやってもらう感じにします。これはね、俺が強く押したところで、ダンカンさんの番組だけになっちゃうと配信者がメリット少ないでしょ。要は花火もらったりとか、できないじゃん。だから自枠でやってもらうことにしてます。だからふわっちの配信者もふわっちでやるし、ニコ生の配信者はニコ生でミッションもこなす、ツイキャスの配信者はツイキャス、フェイスブックはフェイスブック、インスタグラムはインスタグラム、 LINE ライブは LINE ライブ、各それぞれ選んでいいっていう感じになってますね。別に YouTube ライブでも構いません。そういう感じで、そういう感じで、ダンカン塾1期生の本番の番組に関しては、YouTube ライブでやります。そんな感じ。プライドなんかいらないよ。面白いことやるのにプライドなんかいらなくない？むしろ面白いことやろうとしてる人がプライドなんかあったら邪魔になるだけだよ。俺は面白いことやるためのプライドなんか。和道さん出ないなら誰応援しようか迷う。いや、投票制ではないよ。ダンカンさんに気に入られるかだけだから。だからみんな見てるだけでいいの。誰かを頑張れとかしなくていいの。そこはミソで。もうダンカンさんの独断と偏見だけで選ばれるから。ダンカンさんがこいつ合格って言った瞬間合格だから。だからみんなはもうなんつうの、誰を応援するとか格闘技ではないから。そう。はい、おはよう。要は選ばれた 2,30 人の中から誰が5人選ばれるのかっていうバトルロワイヤル状態よ。
面白バトルロワイヤルって感じ。予選はね。で、本ちゃんは今のところ何が起こるか分かんないっていう状態。あー、ありがたいな。解説してくれてる人がいる。ありがとうございます。嬉しいね。この人が多分俺の放送今見てくれてんのかな。ありがとうございます。関取三郎さん、ありがとうございます。ニコニコ生放送とかツイキャス、フワッチなど配信者を集めて、ダンカンさんがダンカン塾を開き、企画を出してる配信者をしてもらうという募集してる。ありがとう。今5月の9日までオーディションしていて、応募していて、オーディション面接や、予選企画をやって、最終的に5人ぐらいを弾丸企画。ありがとうございます。リツイートさせていただきます。ありがとう。ありがたいね。予選より本戦、要は、予選の段階でなんで予選を組むのかっていう段取りなんだけど、弾丸さんの無茶ぶりがえぐいから、なんていうのかな、そのエグさに耐えられる人っていうのを見るっていう部分でもあるの。面白い人を探すっていうのと、ダンガンさんが噛み合うかどうかをまずテストするっていう、そういう意味合いが強いかもしれない。うん、鮫島さんは出るって電話では言ってくれたけど、まだエントリーしてないから分かんないね、どうなるのか。どうなるんだろうね。初めて見た20号さん、いらっしゃい、楽しんでって。どうも。たまーにやってるよ。いきなり本番だったら放棄するっていうか、まあダンカンさんはもうみんな逃げ出すのを想定してるかな。ある北郷さんとダンカンさんは脱落者っていうか、多分泣きながら逃げる、脱走するやつとか出てきますねっていう風にもう想定してる。だから慣れてるんでしょ、多分たけし軍団でそういうのが多いからっていうことでしょ。とんずらこく配信者も含めてドラマだっていう感覚だよね。パルパルはね、なんかね、俺声かけたんだけど出ないって言ってた。お母さんが大変なんだって今。だから僕は出れませんって正式に僕は電話で聞きましたね。ねえ、ダンカンさんはね、実はね、配信者を知ってる人もいた。っていうのも、野田ゾーリの名前が出てたね。1年前のほら、たけし軍団の騒動があったでしょ。だから軍団さんも把握してた。野田ゾーリの名前は。で、結構ミーティングで、どうなのっていう。うん。去年のね、流れはどうなのみたいな。だからそういうなんか、うん、あれも面白い。うん、あともう一人名前出てた人がいたね。エントリーした中で、あ、この人知ってるっていう。まあまあ楽しんでいきましょうよ。面白くなると思いますよ。うん、野田ゾーリはエントリーしてるね。うん、野田ゾーリはエントリーしてる。のりゆきさんはしてないね。野田ゾーリはだから1年前のね、たけしさんとの共演ぶっ飛んだやつがあるじゃん。だからリベンジっていう感じなんじゃないかな。イベントね、さっきまでやってたんだけどね、弾丸塾ね、ちょっと説明しないとなと思って、今仕事の方を優先してる。野田ゾーリはね、予選勝ち上がってもらいたいよね。多分向いてる企画だとは思うから。うん、優勝候補の一人なんじゃないかな。長い天帝は出ないんじゃない。40人エントリーしてるから、ツイッター見てみるといいよ。
ツイッターのやり方を教えるね。これでツイッターでキーワードで段間塾って打つの。段間塾ね。そうすると、これが出てくるから。このアカウントが段間塾だから、これね。これが段間塾エントリー開始、来たれ配信者。段間塾ある来た号 YouTube 運営。これね。で、ここに書いてあるよ、全部。これ下の方にもう参加表明してる。便所太郎小島グランプリとかさ。荒野、ひどんな、野田ぞうり。3倍目光る、柏木、ねる、ほなちゃん、キオスク、ワン太郎、もんちゃん。もう名前書いてあるよ。参加表明者。見てみるといいよ。40人全部の名前書いてあるから。そう、なんかさん実はね、トーク苦手なんだよね。詳しいっすね、23号さん。詳しいね。ダンカンさんは4時間喋らないよ。なんかだからみんな誤解してるんだって。ダンカンさんは4時間喋らないよ。ネルさんも参加してる。参加表明してる。こうやって大丈夫なの知らない。本人に聞いて。できる営業マンの特徴？なんだろう。できる営業マンの特徴、ちゃんと体系的にスキルがあるかどうかだ、何の営業職にもよるかもしれないけど、まあ共通してる部分で言ったら売り込まないとかね、ちょっと分かんないな。それは運営さんが認識してないのかもしれないね。参加費とかは取らない。参加費取ったらかわいそうじゃん。参加費取ったらそれこそ金儲けでしょ。解放は本気だよ、今回。解放は本気の本気。攻める気満々だよ。段間塾あんな参加者いるのかよ。35人くらいは喋る機会なさそう。喋る機会なさそうどころじゃないよ。一人自己 PR3 分ぐらいだよ。
1人3分ぐらい、オーディションだからただの。あの写真パンチ効いてるよね。いい感じだよね。今のところ40人か。あと2日でどれくらい増えるかだよな。南関さんはね、40歳ぐらいの人だと知ってるんだけど、元気が出るテレビとかスーパージョッキーとか、もう超ゴールデン番組で、もう伝説の番組聞いたことあるでしょ？風雲竹師匠とか、名前は聞いたことあると思うんだけど、そこでね、構成作家やってた。タレント兼構成作家。何をするところってね、なんかね、配信でね、結構誤解があるんだけど、ダンカンさんが、たけし軍団にこう弟子入りしてくる若い子たちいるでしょ。でもさ、根性座ってるかとか芸人として面白いか分かんないわけじゃん、たけしさんは。だから、とりあえずダンカン面倒見ろっつって、ダンカンさんって若手を常に家に6人ぐらい泊めてたのよ。で、ダンカンさんが芸人として育てていくの。まず最初に。だから、登竜門的な感じなのよ。それを、たけし軍団の人とか、たけしさんのファンたちは、ダンカン塾ってもともと呼んでたの。で、その中でダンカンさんが無茶ぶりをしたりとか、その無茶ぶりに耐えられなくて辞めていく人とかいっぱい続出してて、で、なんつうの、これを一般人でやってみたいなっていう企画がずっと構想であったの、ダンカンさんの中に。で、俺らサイドっていうのは、それをダンカンさんに、配信者っていう、その無茶ぶりとか、やってるインターネットで活動してる子たちがいるんですけど、この人たち限定で募集してもどうでしょうって言ったら面白そうだねってなったのがダンカン塾。何をするところでしつかっていうよりも、ダンカン塾っていうのはダンカンさんがもともとやってたことを配信者にやらせたらどうなるんだろうっていう意味の。配信者はさ、ダンカンさんが塾長になって何かを教えるみたいなことを勘違いしてるじゃん。違うの。もともとダンカン塾って呼ばれてるものがあるの。水道橋博士みんな知ってるでしょ、水道橋博士。あ、っていうか、まあだから、なんだろう、まあたけし軍団の名だたる人たちだよねある北郷さんもだから弾丸熟成だよ、うん、それもネットの中で語弊があるのよ。だそうだよ、うん、なんだろう、検索してみる。それはすごいっていうか、だから、まあなんか、たけし軍団とか、たけしさんを追っかけてる人からすると結構あるあるな状況っていうか、まあ結構有名な話なんだけど、配信者が勝手に名前から誤解をしただけだよね。だから詳しく調べてもないのに勝手に喋ってるだけだよ。例えばこれ2016年の記事なんだけど、2016年12月の記事なんだけど、たけし軍団辞める人が多いのはダンカンが原因っていう中で、ダンカン塾って書いてあるよ。どっかに書いてあるかな。
ほら、すぐ辞める人が多い、あの原因として弾丸塾ですねって。うん。軍団でまず弾丸さんの付き人を3年、次にビートたけしさんの付き人を3年やるんですが、大体が弾丸塾で挫折しますって。だから弾丸塾っていうのはもともとあるワードなの。今回のために用意したネームじゃないのよ。そう、弾丸さんの付き人やって、その後殿の付き人ができるっていう感じ。ダンカンさんの付き人をやることがダンカン塾って呼ばれてた。別にダンカンさんは何も配信者に教えないでしょ。配信のこと分かんないんだから。番組だからアスペじゃないから真に受けないんでほしいんだけど、ダンカンさんが作った番組見てみます？昔。ダンカンさんの現役でやってた頃の番組見てみます？見る？やめとく？どこやったっけ？YouTube で見れますよ。痛い。はいはい。映ってる？見える？見えて OK だったら手挙げて。見えるかい？ OK？昔の話じゃないの？ OK？ OK？ はい。犬神町にお邪魔しています。こちらではなんと犬玉なで祭りというお祭りが行われています。今でもね、普通に活動してるからな。撫でるだけで運気が上昇するという大変由緒あるお祭りです。失礼しました。あららららら、会長犬山さん、こんにちは。皆さん、正月は本当ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。会長、あら、これは気づいちゃったか。あらら、星野さんも撫でてた。あの星野監督が、じゃあそのおかげであの阪神がある。うわ、それほど素晴らしいお祭りでございます。さらにまた運気もらおうと思って。いや、私、ま、行きましょうか。いやいやいや、会長、私じゃないんですよ。なんで？今日俳優さんが来て。はい、え？萩山さん、どうぞ。いや、リスマン全然興味ない。俺は全然取る気ないよ。萩山さんだ。いや、どう？ちょっとプライベートでちょっといろいろありましたね。あらら。盛り上がるよ、じゃあ。はい。よろしくお願いします。早速若いですよ。はい。あらら。タマちゃん。え、タマちゃん。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 はい。おお、クラスの役。すいません。すいません。土佐犬でけえな。土佐犬やばくない？怖っ。でけえ。あ、そうですか。これは何ですか？これは何ですか？
祭り特製のゴリラクリームになっております。同じ形にしてるね。生ちゃんと同じで。せいや、友達のお父さんダンカンだけど、マジクソ厳しいからね。飯食ってると携帯自体携帯川に投げる。とかね。はい、まあこんな感じですかね。はい、こういうのをずっとやってた人のね、テレビで。はい、やばいよね。それはテレビからダメだよって言われて、規制で締め出されるわな。はい、おはようございます。まあまあ配信に向いてそうじゃない。これはなんか相性良さそうな気はするけどね。なんか配信、なんかダンカンさんのことをやってた番組を知らないだけで、なんか知ったら、え、面白いんだけどって言われそうな気はするんだけど、ね、どうだろう。むしろ配信者が答えられるのかっていうね、この無茶ぶりに。事務所入り、うん、内容えぐいから、まあリタイア続出するんじゃねえかっていうのが俺の読み、うん、だから30人ぐらい多めに、5人ピックアップするのにさ、30人オーディションかけるっていうのはそこよ。心折れるだろうなっていう。だからよっぽど心タフな人を選ぶっていうのがコンセプトかな、第一次審査の。リハーサルしてたらあのリアクション、まあ AD とかがリハーサルするのが普通だね。うん、まあでもやってなさそうだよね。うん、やってなさそうな気がするけど、普通は AD が試すのが通常かな、テレビだと。東国原さんが一番でしたから、ダンカンさんの先輩に当たるのかな。ダンカンさんはその頃多分ね、あの男子師匠のところに弟子入りしてたはずだね。立川男子。だから多分一番弟子は確か東国原だと思うね。そのまんま東ね。どうだろうね。俺らとしては面白いものを作りたいっていうのと、今のネットの規制がギリギリ緩い中で
がもう最後のチャンスだと思ってて、もうネットも規制厳しくなるのも見えてるから、ネットフリックスとかでさ、ほらあのドキュメンタルとかって過激なことやってるのも多分今しかできないことだと思うの。だからダンカンさんもやっぱそこに期待してる、テレビではできないことをやれるっていう、だそこだよね。そうだね、男子さんからも名前もらってますね。うん、だからなんかこう、うん、配信者のいいところと、まあプロの芸人さんの、プロの芸人さんっていうか、まあダンカンさん今回のことに関してはタレント力よりも企画力を見てみたいっていうところはある。そう、プロの構成作家の企画がどういう感じになるのかっていう、そこが課題かな、運営の。うん、タカさんもねよく出てるよね。なんて読むの、不動、なんて読むのこれ、なんとか動画、わかんねえな、ごめん俺漢字読めないんだ、申し訳ない。なんて読むのこれ、うん、忖度、忖度ってどういう意味、忖度、ちょっと待って調べるわ。忖度とは、忖度、忖度、忖度って何、他人の気持ちを推し量る、どういうこと、うん、俺演者じゃないもん。ダンカンさんは全然なんだろう、面白いことできそうだねってなってるけどね、うん、あ、そうなんだ、忖度って流行ってるんだ、テレビ見ないから全くわかんねえな。ちょっと忖度って言葉がよくわかんないけど、うん、テレビ全然見てない、うん、テレビやめてもう7年ぐらいだね。今流行りのワードなんだ、テレビで。テレビ見ないもん。配信者は配信者じゃないの？誰もなんか芸人力とか求めてないよ。政治ニュース。うん、別になんか配信者は配信者のままで、そのなんだろう、プロの芸人さんとかプロの作家さんが書いた台本を配信者がやったら面白いんじゃないかっていう感じ、ニュアンスとしては。でやりたい人が いるかなっていう感じだね。うん、まあ今のテレビは面白くないかな。昔のテレビは最高に面白かったけど、もう年寄り向けに作ってるからね。うん、アイテム花火の方がいいっすね、僕は花火の方がありがたいっす、はい、今あの100万円こう今月稼ぎたいっていうあの企画やってるんで、うん、いや芸能人の介護官つうかなんだろう、いや昔だったら結構配信者の人たちってあの芸能人、好きな芸能人弟子入りとかしてたんじゃないかなとか思って、こうラジオの出待ちとか。でも今個人で活動できるようになったからハイブリッドな感じがするけどね、うん、だから俺水道橋博士の大ファンで、実は水道橋博士にあの弟子入りしたいなっていうのは子供の頃思ってたんだよね、うん、だけどまあ今個人でねネット開いたら活動できちゃうから、だからまあ芸人になるより配信者やった方がいいっていう判断だと思うけど、俺ね参加できないんだよね、うん、40号さんね、それもね語弊があるのよ、うん、だからねネットのネガティブニュースにねそれを真実だと思いすぎてて、俺は真実知ってるのよ、うん、ダンカンさんに指令をもらってやってみて配信する、いやっていうよりも、まあ、今回さ
エントリーしてる40人がまあ 2,30 人絞られるの、書類選考で。まあこれからその40人増えると思うんだけど、50人から100人ぐらいまあエントリーするわけじゃん。で書類選考の段階でダンガンさんとある北郷さんで、まあ運営さんとか会社を含めてみんなでミーティングして30人ピックアップするので、その30人はダンカンさんに呼ばれて、まあ一人一人面接をしていくの。でじゃあ君はこれやってって言われるので、その場でやるんじゃなくて期間を設けてあって、何月の何日までにこのミッションを達成せよっていうことで自爆をやるのよ、みんなはみんな。だからニコ生の人はニコ生でダンカンのミッションをやるみたいな、なんか企画をもらうって感じで、それぞれの配信っていうのをダンカンさんに報告して、こんな動画になりました、こんな VTR になりましたって見せて、で5人選ばれるの。この5人が選ばれた段階でこの5人は正式なダンカン塾1期生になるので、この5人とダンカンさんとある北郷さんで番組が始まるっていう。だから俺らが言ってるダンカン塾っていうのは予選のことなんだよね。みんなが言ってるの本戦の話じゃないの。 OK。 でっていうかね、水道橋博士がダンカンさんでっていうよりも、まず若手は全員ダンカンさんに預けられるの、たけし軍団は。でダンカンさんが面倒を見るの。もう6人ぐらい住んでるんだよ常に。だからダンカンさんとビタビタの生活をするの。だから水道橋博士って比較的若い方じゃん。なんだっけあれなんだっけ、フライデー事件とか経験してないから。俺が参加できないのは、実はこの企画の立ち上げってもう、数ヶ月かかってるのよ。でずっと俺アドバイザースタッフってまあ役割に今回正式になったんだけど、ずっとね裏でね配信者プッシュしてたの俺なんだよ、だからビタビタじゃん。簡単に言うと企画の内容とか全部知ってるし、どういうことやったらウケるって分かってるから。例えばさ、みんながさ冷静に見ててさ、俺が裏方やってんのは知ってるわけじゃん。俺が受かったら不正だと思わない、やらせじゃんって思わない。だから運営さんからダメだって言われた。俺は出れると思って企画ずっと出してたし、配信者使ってくださいってやってたんだけど NG だって。ネットの人嘘とかに敏感だからダメでしょって、それやらせでしょって言われて、俺はダメって言われた。ダンカンさんが育てたわけじゃないだろうってたけし軍団のこと知らなすぎ。ダンカンさんが3年ぐらい面倒を見て初めてたけしさんの付き人になれる。ある北郷さんにフォローされてないってどういうこと？俺が？俺のフォロワー見てみる？ある北郷さんフォローしてるけど、ある北郷さんフォローしてんじゃん。ある北郷さんにダンカン、すげえな。北郷さんの本垢に解放が載ってるってすごくない？すげえな。ある北郷さんにフォローされてるけど、それよりも解放のツイッターが北郷さんの3000人のフォロワーに拡散されてる方が笑うんだけど、こっちの方がニュースなんだけど、すげえな。やっぱ解放すげえな。ニュースだよね。笑うわ。一番目立つね。ダンカンのスタッフ？ダンカンさんの抱えてるお弟子さんまだ何人もいるよ。シェパード太郎で検索してごらん。シェパード太郎。言い出しっぺのお前がなんで出ないのが不自然。いやだからさっきも説明した通りだよ。運営さん側からしたら不正行為になるから出せないって言われたの。配信者にギャラは出ないよ。出ません。いや俺はだから出れないのよ。俺も出たいよ。自分が出たいような企画をずっと考えてきたんだから出たいに決まってんじゃん。俺だって出たいわ。でもしょうがないよね。
たけしさんと俺は会ったことないよ。だけど多分ね、もしかしたらあのご挨拶させていただくことがあるかもしれないっていうぐらい。俺はない。たけしさんと会ったこと。年齢制限はね一応取ってなくて、配信をつける人であれば誰でもいいっていうルールにした今回は。女性はね、もんちゃんと愛子さんと海宝とアグリンかな、4人今エントリーしてるのかな。俺が知ってるのだと女性は4人エントリーしてる。いや今テレビ出まくってるよ、あのオフィス北野の騒動があって、ツバニャンとか面白そうだけどね。ツバニャンとか向いてそうな気はするけど、まあ出ないんだろうな、エントリーしてないってことは。いや出せなくていいのかじゃなくて、オファーかけてない俺らからは。鍋やかんさん辞めたんだっけ。たけし軍団っていうかね、オフィス来たの抜けた芸人さんだいぶいるんだよね、テレビ見てないのになんでわかるんだ。たけし軍団さんのことはあの直接本人から聞いたりとか、まあ運営さんから聞いたりとか回ってくるからね。4月から俺は都内で外配信できなくなるなんて微塵も思ってないよ。盗撮を禁止してるだけだからね。外配信できるよ。いや俺は声かけないよ別に。だってもう人が集まってきてる中からやりたい人から選びたいから。自分の目で見たことしか信じないんじゃないのか。いやだからリアルな、だって現場で本人から聞いてる情報だもん。テレビよりもリアリティがあるでしょ。ああ桃菜とか面白そうだよね。いやもう宣伝とか別にする気ないよ俺は。全然やりたい人がやればいいと思ってるから。あの興味がある人が出れた方が面白いし、逆に若手の人で面白い人はバンバン売れてほしいと思ってるから。別に有名どころとか関係ないじゃん、あの番組作る。だからそう、なんだろう、配信者の人が参加はするけど、なんだろう、俺としてはなんか無名どころが活躍してほしいなと思ってて、ねえ。カオス生きてて嬉しいよ。まあ認知してないのはしょうがないじゃん、まあ別になんか出てくださいっていう気はないから、なんかこう興味持って出たい出たいってチャンスだと思ってる人に出てもらいたい俺は。だからね、出たがってるメンバーの方が面白いことできる可能性あるでしょ。探すつもりはもともとないよ。まあまあ企画として面白かったらね、あのなんだろう、ぶっぱねる可能性あると思うよ。結構あのある北郷さんとか、あの殿に報告、弾丸塾殿に報告って言って、あのたけしさん、ビートたけしさんもあの把握してるからね、弾丸塾は。アキラッパも出るからね、出るつうかエントリーしてるからね。いや知ってもらわなくて別にいいよ。もう40人、むしろ選ぶの大変になるから、仕事が増えたら嫌じゃん。これはね、シリーズ化したいと思ってて、
で実は YouTuber 編とか2期3期って枠が広がっていく構想で、3期ぐらいになるともう一般人からも募集しようっていう、今回だけ配信者の、だから YouTuber 編とか一般人編とかなんかいろんなシリーズ化していくつもり、2期生3期生っていうのは。で今回はあの配信者限定でやっていく。テレビには出ないよ。テレビとは全く関係ない。うん、いや企業案件じゃないよ。俺は裏方です。あのスタッフであの携わってる。最終目的はみんなを笑わせること最終目的はみんなが笑って書くこといやテレビ映んないよ。さっきから言ってるじゃん、テレビ映んないよってそう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 、うん、いやだから東国原さんも分かってるんだよ。水道橋博士もチャンネル解説してるし、各それぞれで番組やってんの。いやだからみんなの枠で見るんだよ予選は。さっき説明したじゃん、もう3回ぐらい説明したけどダンカンさんとの面会の様子っていうのはダンカンさんの YouTube ライブ、要はさっきも言ったチャンネルの方でやるけれども、楽屋とかの風景とか実際そのダンカンさんの指令を受けてやるのは各自の配信者が自分で枠やるのよ、うん、あ本戦は YouTube の方でやるよ、うん、ある北郷チャンネルでやる。草薙剛さんゲストで予定はないですね。うん。ピンチではないよ別に。仕事はあるからね。うん。たけし軍団は残ってる、オフィス来たのに。いや知らない人が多いんだよね。いや普通に伝えてるし、公式の方でツイッター書いてあんの。だからみんなイメージで語りすぎなんだってネットの人は。公式の方であの全然アナウンスガンガンにやってるよ。ギャラなんて払わないよ出ないよそんな。ギャラ払うに値する配信者いるんだったら最初から芸能人使うわなんだろう、運営よりウェブエントリーシートかとか、うん、結構公式ツイートでガンガンやってるけどね、段間塾指導とかさ、うんうん、書いてある。ウェブよりエントリーシートが後日 DM に送られてきます、内容を記載し、送信と、書類審査を合格を連絡を、一次審査通過者の方はダンカンさん、北郷さんとのオーディション配信に挑んでいただきますと、そこでの合格者がダンカン塾生となりますと、こういう流れ。だから塾を開くんじゃないって何回説明したら分かるんだよ何回説明しても分かんねえのな。別に塾開くわけじゃないから、だから勘違いしすぎだよ。あ、そうですよ。はい。55さん、そうですよ。もしよかったらフォローしてください。うん、どんな経緯でって裏方のオファーじゃなくて、実は配信者を使うっていうのは俺のアイディア。どういうことかっていうと、なんて説明すればいいかな。俺がテレビ業界の人とずっとテレビとか、まあいろんなところで勉強させてもらってたの、裏で、配信外で。
要は、配信者のまま終わるっていうのが芸能人が降りてくるから配信会に怖いなっていうので、ちょっと勉強しながらいろんな人のところに挨拶行ってたのよ。で、例えば若手のテレビ業界の人とかだと配信者に興味持ったりとか YouTuber に興味持ってる人っていっぱいいるのよ。だから俺は結構そのなんか説明してほしいっていう時に結構その配信者の説明をずっとやってたの。でその代わりカメラの使い方とか番組の作り方とかをずっと教えてもらってたのね。っていう中でまあダンカンさんとつながりのある企業っていうのがまあ YouTube を始めるんだけど、なんかダンカンさんのこういう企画をやろうっていうことで、でどういうコンセプトでっていう時にこう同席させていただいてて、ぜひその配信者を使ってみませんかっていうプレゼンとかをずっとしてたの。そしたら組み合わせ良さそうだねってなって、でダンカンさんサイドとかに聞いてみたら OK が出たの、っていう経緯。だからその立ち上がる瞬間からずっと関わってたの俺は。そんな感じです。ギャラは払うつもりはない。もともと それもね間違ってんの。まずね、みんなね配信者の感覚で語りすぎなのよ。ダンカンさんって事務所に所属してるのね。でもともとあのチャンネルっていうのは運営者がいるわけよ。で立ち上がったばっかりで、あのチャンネルってダンカン塾をやるために作ったチャンネルの、ツイッターと。でダンカンさんはツイッターすらもやってないし、ある北郷さんはある北郷さんでツイッターを持ってるのよ。だから番組用に新しくツイッターを作って YouTube チャンネル作ってるから、だから逆にそれこそやらせをしてないんだよ。業者とか金買い取ったら再生数10万とかできるの。だけどいろいろネット民とかそういうの敏感だから、もう普通にやろうと。だからフラットな状態でやってるってことね。いや繋げないです。はい、勝手に決めないで、みんな勝手に決めないで。ふわっち配信者を YouTuber に繋げるなんてやりませんよ。そう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 、ふわっちで俺有名なのかな、どうなんだろう、わかんないっす。わかんないですね。有名ですか僕は。もしよかったらツイッターとふわっちフォローしてください。一応今のところ上から3番目ですね。1、2、3番目ですね。今の時間帯は。167人中3番目の閲覧です。僕はふわっちの経営者じゃないよ。もしよかったらフォローして。閲覧全然変わってねえわ。俺宣伝員じゃないよ、俺は宣伝員じゃなくて、だから書いてあるじゃん、ツイッターに見てみてよ、アドバイザースタッフって書いてあるじゃん、ここに。ダンカン塾アドバイザースタッフって書いてあるでしょ。要はその運営ですらないんだ。運営さんの企画のその配信者のポジションとかを説明する係でずっと動いてた。宣伝してるじゃん、だから公式が。何を言ってんだよ、公式がやってるじゃん。俺宣伝するのなんか俺の仕事じゃないんだよそもそも。大豆のおっさんは知らないですね。本人が出るの表明しないと、俺らがオファーかけてないから。ただ簡単だよ、公式のツイッターリツイートしてダンカン塾出ますっていうだけでエントリーだから、それをやってない人は出ないよ。
だから話聞いてないでしょ。ダンカンさんから宣伝頼まれるわけないでしょ。なんでバカなのそんなに。今説明し終わったばっかりじゃん。54号さん話聞いてた。めちゃくちゃだな本当に。なんで俺の稼ぎをみんなに言わないといけないんだよ。俺の稼ぎはみんなの花火だよ。全然話聞いてねえよな。なんでダンカンさんが和道宣伝頼むよってならないでしょ。めちゃめちゃだよな本当に。どういうことだよ。うん。解放反則だよね本当に。だってある北郷さんがリツイートしてたからね。めちゃめちゃ笑ったわ。北郷さんがリツイートってすごいよね。たけし軍団のファンからすると誰こいつだかんね。何このおばさんっていう。ダンカンさんはもともと構成作家とか裏方の人なの。俺は企画者じゃないって。だから45、うん、バガーありがとう。特命さんアイテムありがとう。あざーす。ほんとネット民って話聞かないよな。理解力が低いんだろうな。逆になんでそんな解釈になるのか俺には全く理解できないよ。話下手かな。捕まるやつはさすがにダメでしょ。知らない。プッシュなんて全然わかんないもん。俺何にも関わってないもん。知らん。知らない。聞いてもないし興味もない。面白いのあれ。はぁっついって。ふわつから契約解除誰が。俺は全然興味ない、うん、へえ。新野町のせいで。大丈夫大丈夫。ふわっちとプッシュが契約してたんだ。へえ。そいつは知らなかったな。達彦なんかあったの？達彦なんかあったの？全然わかんないな。知らない。あーなんかね、 TJ さんががん患者なんか死ねばいいって言ったのかな。なんか差別発言をしちゃったんだよね。なんかがん患者なんてみんな死ねばいいみたいな発言してクレームが殺到したって聞いたな。なんかそんな話じゃなかったっけ。合ってる。いや知らない。俺番組見てないもん。全然わかんないよ。
おはようございます。出社拒否。え、マッハ道場辞めたの？なんで？なんで？なんで辞めたの？喧嘩でもしたの？なんでなんで？ツイッター？どこに書いてあんの？だからみんなさ、芸能界のこととか分かってなすすぎなんだって。ダンカンさんが個人でやってるような口ぶりやめてくんない？本当にダンカンさんがさ、あの全部考えてやってるわけじゃないから。便所さんのツイートと本人のツイート、どこだろう、どこ見ればいいんだろう。本人のツイートってなんだ、ちょっとわかんないな。道場辞めるってタイトルで配信してる。へえ。なんかあったのかな。まあまあいいんじゃん。まあ俺も60号さんと同意見かな。殺してねえわ。そんな殺人事件じゃねえんだから。だったらとっくに逮捕されてるだろ。っていう噂でしょ。あ、まとめにあったね。まとめになったって。レギュラー一気に下ろされた。あ、そうだね。結構エモーショナルな人って噂だよね。感情的な人らしいよ。番組本番中で泣いたりするって。すっげーエモーショナルらしいよね。あ、そうなんだ。へー、プッシュ。まあ、俺はオファーかかんないと思うから、多分。なんかプッシュ呼ばれないと思うよ。全然なんか宣伝とかもしてないし、呼ばれたら出てみようかな。
あれってあれでしょ、なんか人気ポイント数で決まるんでしょ、あのリスナーさんの。これだってフォロープッシュ見たら20人ぐらいしかいなかったもん。どうなんだろうね川川プロ含め売名できるか疑問する声はあるけど、そういう人は大手配信者とコラボしてもらった時に売名できますかと確認するんだろうか。っていうかさ、俺配信の悪いところそこだと思ってて、売名できるかどうかしか考えてないやつってダメだと思ってんの。面白いことできるかっていう発想がないっていうのが俺は恥ずかしかったね。なんか運営さんとかさ、あの企業側とか、まあダンカンさんサイド、ある北郷さんとかの話聞いてると、どうやったら面白いことやるかしかミーティングの内容議題に出てこないの。どうやったらネット民笑わせられるかとか、どうやったら面白くなるかとか、この人たち面白い人いるみたいな話題ばっかり話してんのに、なんか配信者の方はギャラが出るのかとかさ、売名できるのかとかさ、そんな話ばっかりしてて、裏方なのに配信で喋ってるのか。え、字幕で喋ったらダメなんですか。それはどうなんだろうっていう。おはようございます。おはよう。なんかちょっと恥ずかしいよね、もうなんか面白いか面白くないかっていうか、番組どう面白くするかしか話が出てないからね。いや、すごくすっごい意識高いし、俺ぶっちゃけ見せたの、そのアンチコメントとか、もうツイッターでこういう風になんか殺害予告みたいなのも全部見せたら爆笑してたの。ぶっ殺すとかいうアンチコメントとかも全部見せたら爆笑してて、面白いっすねって言ってんの。だからもうはずっと思って俺、いやーこういうコメントばっかりなんすね、へえ面白い面白いみたいな、この人たち絶対笑いにうるさいでしょうとか言う、あめちゃめちゃうるさいっすねつって、いややりがいありますねみたいな、っていう期待していいのっていうよりも恥ずかしかったっていう話だよこれは。そう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 、いや本気で彼ら言ってないっすよっていう、これ期待値ですよみたいな、面白いことやったらファンになってくれるんですよねって言って、やりがいありますねみたいな、うわーすげえわーと思って、守りっていうか俺は攻めだと思ってるけどな、俺は攻めてるつもり、今回の弾丸塾に関しては。いやなんかプッシュとは全然関係ない、全く別物だと俺は思ってるけど。だからプッシュ出てる中で弾丸塾出る人いるからね、ヒカルくんとか。俺はダンカンさんとはまだ会ってない。いや、ツバニャンは立候補してないね。おはよう。ダンカンぶん殴った後ピケティをぶん殴れ。病気ですか？俺は柏木結構期待大だね。俺も噛み合い方が半端じゃないつうか、噛みつき方が半端じゃないから、柏木がハマったら強そうみたいなのあるね。
柏木はなんかこういい噛みつき方をするというか、なんかこう火種になりそうな感じするよね。あ、参加するかどうかって、あ、そういうことね。はいはい、それは俺も同意見だね。あの批判するとかネット配信者の方がこうね、俺らの方が楽しいことできるよっていうなら、じゃあやれよって思ったね。じゃあやれよっていう、つまんねえから俺がこういう風にさ動いてるわけじゃん。だから俺はこれ面白いと思ってるからずっと頑張って動いてるわけだから。あ、ダンカンさんと今度会うよ、うん、話したらいいねじゃなくて、あの会いますよ、うん、あーらしいね、少年の心のままだからって、うん、うん、聞いた、うん、え、ニコ生やってるよ今、復活したよ58号さん。そうなんよね、なんでマウント俺はすごいって。なんかさ、香川さんとそのヨッサン、この2人なんだけど、なんやねんダンカンとか、ダンカンふざけんじゃねえよ偉そうにって言ってたの。2人とも共通してこれを言ってたんだけど、お前の方が偉そうだわって俺思ったの。客観的に見てどう考えてもダンカンさんは別になんか息がいいねとか、香川さんの V とか見ても頑張ってるねとか、いいねこういう噛みつき方ガッツあるねみたいな、若さっていいねみたいな、ニコニコやってて、こういう人に出てもらいたいねみたいな感じなのに、一方片やこっち側はさ、偉そうに何なんだよとか言ってて恥ずかしかったわ本当に。お前だわ偉そうなのっていう。どうなんだろうね、ひなりと別れたのかね。まあまあ生主が使われないようにっていうか、うん、使われる、うん、っていうか別に利用して売名すればいいんじゃねって思ってるけど、うん、なんかそういう小さいさマウンティングじゃなくて、笑い取って面白かったら閲覧増えるんだから得でしょって考える俺は、うん、使われる使われないとかいうのがくだらないっていう、うん、なんか勘違いしてるよね。うん、なんか普通に面白いことやろうでいいじゃんっていう、シンプルでいいじゃん、面白かったらファンはついてくる、それだけ。いやだからなんか自分のポジション荒らすなよっていう感じ、なんか黒船が来た時ってこういう感じだったんだろうなっていう印象。そう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 、一応配信者か配信会全体のことを代表して喋るっていうのもおかしいでしょうって、うん、多いよねマウンティングね。まあまあしょうがないじゃん、弱い人間しかマウンティングしないからね。そうそう、縄張り黒船でしょ完全に、うん、俺はなんかね、そのなんだろう、芸能人がネットで番組やるのは普通の流れだと思ってるから、っていうかようやくネットの地位がそれだけ上がったっていう風に俺は考えてるから、すり寄ってくんなじゃなくて、やっと儲かる産業になってきたんだからそれは来るでしょっていう、むしろ今活躍のチャンスでしょって思うね、うん、いや黒船のリアクションでしょこれは、時代が変わるっていう坂本龍馬とかの人たちとか、どんどんその新しい知識得ようっていう風に考えるか、幕府側の人間が怖い怖いどうしようってやってるか、それの違いだと思ってるけど、もう避けられない流れだと思ってるから俺は。だから俺は龍馬派だね。俺別にダンカンさん持ち上げてないよ。だからそれが勘違いなんだって。冷静に見なっつってんの。58号はそういう偏見で見てるんだよ。俺ダンカンさん別に持ち上げてないじゃん。ただ事実を説明してるだけでしょ。うん。ありがとうございます。うん。持ち上げた俺。ただ説明をしてるだけで、で当たり前でしょ。あのね、俺あの企画者側なんだ。俺がダンカンさんの悪口言うわけねえだろ。考えろよ。俺はスタッフ側なんだよ。俺がある北郷さん裏切るようなこととダンカンさん裏切るようなこと絶対やるわけねえだろ。仕事なんだよ仕事。考えろよ。そんな子供でもわかるだろ。
俺が言うわけねえだろ。俺がダンカンさんの悪口言ったらお前どんだけお前ユタだろ。お前何裏切ってんだろうって。お前それこそ俺食ってけなくなるわ。アホかよ。考えろよちょっと。はいみんなおはよう、うん、企画に携わったってことね。俺が企画したわけじゃないから。企画者は運営さんだから、うん、俺は出たかったよ。田村淳氏は個人でやってるからね、うん、食うためにペコペコってわけでもないけど、俺はどちらかっていうとリスナーさんに花火で食わせてもらってるから、俺はどちらかっていうと花火師にペコペコだね、うん、花火師にペコペコ、それは事実だよ、うん、実は和道が企画してましたはかっこよすぎるでしょ。蓋開けてみたら俺が企画してたら超かっこよくない？こんな頭良くないわ。ダンカンさんのコネとかねえわ。いや香川さんがやった方が楽しそうなら香川万博見ればいいじゃん。もし夜中に配信したらアイテム持って見に行きますね。ああありがとうございます20号さん。たけし軍団に入ってないわ。いつも風船でごめんなさい。花火も待ってるよ。みんなよろしくね。なんで軍団参加しないのさ。いやだから軍団が参加しないのさじゃないんだって。もともと弾丸塾っていうのは水道橋博士とか、要は弾丸たけし軍団に入った時に一番最初に入られるのが弾丸塾なんだって。だから弾丸塾生っていうのは、ある北郷さんも弾丸塾生だし、水道橋博士も弾丸塾生なの。何回も説明させないで、うん、言ってるじゃん。イベントは今狐枠で説明をやってますね、うん、あ結構香川さんはエモーショナルな人ですよ、うん、次のシリーズも出れない。このシリーズに関しては、出れませんってはっきり言われてる和道さん。ただまあ、 あの別の番組とかでなんかチャンスはこう和道さんにこうねいろいろやってるんで、なんかしらの形でまあなんかこう恩返しができるようには しますねみたいなことは言っていただけたけど、俺は全然僕が勉強になってるんで気にしないでくださいっていうふうに言った、うん、ただ多分なんだけど、俺からお願いしたのは、あの弾丸塾のことに関しては自分の今後の実績として残したいぐらい、あのちゃんとやるんでっていうことで、番組テロップには名前入れさせてくださいっていうふうにお願いした。そのスタッフとしてね。でそれは OK でもちろんですよって言ってもらえた。だから自分の経歴に使っていいですかっていうふうに言ったら、もちろんですって。でなんて名乗ればいいですかって言ったら、あじゃあアドバイザースタッフでお願いしますって。その内容を話したらダメ、うん、なんで、いつも風船ばかりで申し訳ないです。花火お願いします。ネット配信のプロなのに数でアイテムもないし、どうなん？ツラタンアイテムちょうだい。また自分に酔ってんだろ？おい37号訂正しろよこの野郎。32年間生まれてこの方はずっと自分に酔ってるわ。またじゃねえよ。24時間ずーっと俺は自分に酔ってる。訂正してくれ。
いつも自分に酔ってるだけだろうって。またじゃないから、ずっとだから。俺クリアな配信はしてないと思うけど、いや怒るでしょまたみたいな。ずっと俺は自分に酔ってるもん。だから俺酒飲まない。大原メンバー特集されてたのテレビで。テレビってさ、新野町のこと大好きだよね。なんかさ、新野町はもうテレビでフリー素材化してない？すごくない？ 5 分もやったの。なんかさ、テレビの新野町叩きっていうか、こいつは叩いていいみたいな風潮、なんなのあれ、またこいつかみたいな、うん、なんか新野町はとことんやっていいみたいな雰囲気になってるよね。こっちまで酔う。鮫島さんモザイクで出てたね、ツイッターの動画で見た。いや、痛い人は面白いよね。うん、わかるわかる。しかもなんか黒歴史っぽい動画をわざと引っ張ってきて使ってたのが笑えたな、うん、いやだからやっぱ配信者は悪とか YouTuber は悪っていうの好きなんだろうね。数字が取れるんじゃない。あー、面会がどうとかね。うん、新野町ね、顔整ってるからね、分かりやすいんだよね。なんか YouTuber っぽいっていうか、なんか配信、なんつうんだろう、テレビで使いやすいんだよね。ヌマップとか絶対テレビ NG 出すでしょ。ヌマップはどんな犯罪やっても多分ね、使われないと思うもん。だから使いやすいんだろう。ビジュアルがそれっぽいから。今時の若い子って感じで。今時の若い子が迷惑かけてる、迷惑配信やってますっていうテンプレを作りたいんでしょ。いや、リスナー食いまくってるよ、荒野。だって、荒野に何ヶ月か前聞いたら、和道さん、僕はね、今ね、一週間日替わりでパコれる女がいますよって言ってたからね。かっこいいって思ったもん、荒野。4ヶ月ぐらい前かな。僕はね、和道さん、日替わりですよ、つって。なかなかなブス連れてたけどね。なかなかなブス連れて歩いてたけど、かっけーって思ったけど。いや可愛いんでしょ荒野が。みんな荒野大好きなんでしょ女の子は。いや荒野はパンクスだよね。そうそうそう、やっぱミュージシャンっぽさがあるんだよ。こうやんパンクロックだよね。パンクロックっていうか俺はニューエイジ、グランジだと思ってるけど、うん、パンクって感じでもないかな、うん、あーまあまあまあ普通に冷静に見たらイケメンじゃないの。イケメンのブロ、まあ元アイドルだからな。だしイケメンブロガーでアメーバブログナンバーワンだったんだよ10代の頃。やっちょって人気ブロガーだったんだよ。荒野にはメンヘラしかつかない。俺も一緒だよ。メンヘラと、そのなんつうの、下々のメンヘラと和道が戯れてるのを貴族の経営者が見てるっていう。FX の大金持ちとか、一部の社長たちがこうやってワイン転がしながら、ああ、メンヘラどもまたなんかやっとるの、つってる番組だから。うん、だから1割の、あの金持ちが花火投げてくれて、俺はついにメンヘラとこう遊んでるだけだから。
いや、なんかキャラクターが可愛いんでしょ、荒野は。まあ配信者なんかな、人間のクズがやるもんだからな。大変もクソもないよ。働けない人がやる最後の希望だから。うん、まあまあね、特別美人ってわけじゃないけど普通に美人だよね。クラスに2人ぐらいいる美人だよ。のんちゃんは若い頃美人だったし、今でも可愛いと思うよ。年の割にはパタリロ似てるかも、可愛い。のんちゃん面白いしね。のんちゃんと生活してるとね、いいのよ。北郷さんとミーティングしてきたよって言うとね、うん、和道さんは天才だからねっていうの。のんちゃん、プロカメラマンに写真撮ってきてもらったよって、うん、和道さんは天才だって言うと、絶対に俺のこと肯定するの。揚げまんつうか、まあ生活しててね、気分がいい。揚げまんだよね。閲覧増えてニヤニヤしてんだ、すげえな。むしろ一番かばわないといけない立場なのに。荒野可愛いんでしょ、とにかく。わかんないけど、なんかさ、なんだろう、アンパンマンが面白いのかクレヨンしんちゃんが面白いのかって、別に好きな、面白いと思ってる人が面白いと思うだけで、全てのコンテンツが。わからない人に何言ってもわかんないでしょ。わかんないもんはほっとけばいいんだよ。だから初見で見たよ、つまんなかったらつまんないんだから。好き嫌いの問題でしょ。コーヒーが好きか紅茶が好きかって説明聞いても別にうまくなんないじゃん。別に嫌いなもんは嫌いでいいんだよ。面白くないもんは面白くないでいいの。面白い人は面白いっつって応援するから。うん、別につまらないものを面白くしようと思う方がおかしいんだよ。人の好みだから、まあ、選べばいいんだよ。俺この人のこと好き、この人のことは見ないでいいんだよ。人から説明受けただけで好きになるんだったら苦労しねえわ。そうそう、人それぞれでしょ。そうそう、知ろうとする必要がないっていう、見なきゃいいっていう、ただ見なきゃいい。
最近はワッチ来た、ミュート知ってる？何言ってるか日本語が分かんねえわ。確かにそうですね。うん、別にアクセサリー好きなもんつけていいだろ。俺がかっこいいと思ってるもんかっこいいと思ってつけてんだから、ほっとけよ、うるせえバカ野郎。何お前さりげなく俺のディスしてんだよ。俺がかっこいいと思ってつけてんだからよ。なんだこれ、文句あんのかよ。かっこいいんだよ俺の中では。ほっとけバカ野郎。ノンタンは無理でしょ。うるせえハゲてるよ。世の中にはかっこいいハゲとかっこ悪いハゲがいいんだよ。黙ってろ。ミュート知らない、うん、知らない、全然興味ない。誰それ、売れてる人？ニコ生で頑張ってください。オファーは俺はだからかける気がないよ。出たい人が出ればいいじゃん。和道は基本ダサい、うるせえよ。俺の中ではかっこいいんだよ、ほっといてくれよ、うん、いやツバニャンが嫌われる理由は俺わかるよ。悲劇のヒロインたまにやるから。明らかにツバニャンが悪いのに泣きじゃくって、私が悪いのって、お前が悪いんだよっていう。そう、なんかね、あの悲劇のヒロイン気取るとね、もう生理的にね、女の人がイライラするんだよ。絶対そうでしょ。あれね、多分ね、ツバニャンって女性から嫌われてんの。そうね、悲劇のヒロインで私悪くないよねみたいな、なんで私のことを嫌いなのみたいなのがね、女の人が生理的にイライラするんだと思うの。俺すげえわかるもん。絶対そこでしょ。同性から嫌われるタイプなんだよ。男からもか。ああ、まあまあ宗教についてはね、宗教って難しいからね。ツバニャンは発達障害、まあ発達障害多いと思うよ、配信者で売れてる人ほど。やっぱ芸能界にも多いって言われてるのね、発達障害。ていうか芸人なんかほぼ 100% 発達障害って言われてるぐらいだから、うん、配信者もやっぱり発達障害の方が売れやすいよね。あれは芸風だからな、もはや。あそこまで行ったら、釈迦太陽浴びろ、おはよう太陽、太陽浴びよう、おはよう、おはよう、おはよう、お風呂入ったの、おはよう、おはよう。ああそうなんだ。まあまあまあ女性からも愛されてるんだろうね。まあ、アイテムもらってなんぼだかんな、この世界は。まあいいや、もうなんか、キツネ枠アイテム飛ばないからやめるわ。通常枠に戻すわ。通常枠で囲われてくるわ。楽しかったわ、久々。うん。花火飛ばねえ、飛ばねえ。ここ6万。うん。あと5分で終わりにするわ。通常枠やるわ。だって、アイテム飛ばなかったら食っていけないんだもん。俺も別に嫌いじゃないよ、アンチコ、程よいアンチコメントがあった方が、うん、でもお前らアイテム投げないじゃん、うん、まあしょうがないよ。アイテム少などころじゃ赤字だよ。2時間喋ってバーガー1個だぜ。うん、手出しじゃん。まあ俺がクソなのは100歩譲って認める。通常の方が普通にアイテムはもらいやすいね。うん、話は聞くのは別に通常枠でも話聞けるじゃん。何のギャラよ。6万でワンルームだね。飛ぶような配信しろ。だから通常枠やるっつってんだろ。
食うものに困ってんのマジかよ。いや、みんながみんな投げてくれっていうわけじゃなくて、余裕がある人にはやっぱ投げてもらいたいよな。俺もな、食ってけない、食ってかないと死んじゃうよ。 YouTube は全然お小遣いくらいだよ。ありがとうパーフェ、ありがとう。解放かな。単価の企画のギャラなんて全然、そんなさ、単発の企画だからね、気違いなんかしねえよ。イボ払い50万あんだ。ありがとう風船、ありがとう。俺は花火くるくる配信ずっと1年半やってきたよ。囲いが怖くてコメできない。そっか、まあまあ聞くことはできるから大丈夫よ。全然いいやつじゃないよ俺。クズ野郎だよ。クズだからこんなことやってんだから。そうそう、次枠は花火くださいです、広告期待ください。次枠はってわけじゃないけどね、この枠も花火くださいなんだけど、あんまり言うとね、なんかなえるって言われるから、花火花火言うんじゃねえっつって、あんまり言わないようにしてるだけで、基本は花火全力で欲しいから、基本は花火を待つ枠だから。もう別にいいやつアピールなんかしてねえよ。してないしてない、普通にクズだよ。立派な生粋のクズ野郎だよ。全然してないよ。勝手になんかいい人だと思い込んでんだよ、クズは。配信会から消えたらお前、社会に戻ったら社会が大変なことになるぞ。配信会に閉じ込めておいた方がいいんだってクズは。逆だよ逆。お前社会で俺に出てみろよ。お前職場に俺が隣にいてみろ。アルバイトで64号の同僚に俺がいてみろ。嫌だろ。閉じ込めとけって配信会に。間違いねえぞ、こっちが鬱になるよね。俺はね、そうだね、他人が苦しんでるのを笑っちゃうね。苦しい時、自分が苦しくても笑うよ、癖なんだよ。ぶん殴るでしょ。社会も相手にしないでしょ。だから封印してるだけだから。餌を投げて、餌を、動物園だから、ね、死んじゃうよ俺。はい、ということで皆さんありがとうございました。もし初見さんがいたらフォローよろしくお願いします。弾丸塾の説明枠でした。お疲れ様です。はい、皆さんおはようございます。